この動画では本や紙の楽譜ではなくデジタル機器に楽譜を表示させる電子楽譜について説明いたします。前回の動画では5から6の内容は次の動画で扱いますとお伝えしましたが、実際の撮影時間が長く編集しても長時間の動画になってしまいそうだったので、今回の動画では5の購入の流れのみを扱って、さらに前編後編にそれを分けました。今回はその前編のみの動画にします。この度ゲストの西川奈穂さんは電子楽譜を表示させる端末として iPad を選びました。しかし iPad もいろいろな種類があるので、さらに具体的にどれにしようかなというふうに考えました。そこで今回の動画では5の購入の流れの前編としまして、 iPad の大きさ、 iPad の容量、 iPad のインターネット接続方式、この3点について考えてみたいと思います。この3つは後から気軽に追加変更ができないので、 iPad を選ぶ際に最も重要な分かれ道と言えます。それではどうぞご覧ください。大きさ、あの物の大きさなんだけど、一応今出てるのがめっちゃいっぱいあるね。5種類あって、ミニっていうのは確かにちっちゃいんだけど、軽いよね。どれくらいなんですか？やはり iPad を電子楽譜として利用する場合、最も重要なのはサイズ感です。2021年6月の時点で iPad は5種類が現行モデルとなっています。実際に販売店に行って製品を手に取ってみるといいでしょう。それって楽譜見えないよね。ところが楽譜のそのソフトによって、アプリによっては大きく表示して、メイターその代わりスクロールの数が多くて、いやもうメイターってまためくんの、またスライドするのみたいなことがあるので、そうだ、ね、あちょっと現実的じゃないかな。大きいから本当は見やすいけどっていう感じ、でまだやりようがあるわけね。そう、やりようはある。で足でね、ペダル踏んでめくるって装置があるから、それ使えば何度もめくればいいじゃんという気もするけど、まあ面倒くさいよね。まあ、ずっと踏んでなきゃいけないから。そうそう、また乗ってるの、ノリノリみたいな感じになるかもしれないね。電子楽譜を扱うアプリによって違うかもしれませんが、楽譜の表示の仕方をいくつか選べる場合があります。ちなみに私が使っているピアスコアというアプリは、このような3つの表示方法があります。1つ目は iPad を縦向きに置いて1ページを表示させる方法。これが普通の楽譜を見ているのと近い感覚になります。2つ目は iPad を横向きに置いて楽譜を大きく表示させるという方法です。楽譜1ページの横幅と iPad の長い辺、長辺と同じにしています。私は iPad Pro 12.9 インチを利用しており、画面が大きいので、このような使い方で楽譜を見れば本物の楽譜よりも大きく表示できます。しかしスクロールというか、まあ、ページめくりやページ送りの回数が多くなってしまいます。この画面に表示されている部分は少ないからです。音符自体は大きいですが、情報量は少ないわけです。3つ目の方法は iPad を横向きに置いて2ページ分表示させるという方法です。この方法は楽譜がとても小さく表示されてしまうので、視力に自信がない場合はとても大変です。しかし2ページ分表示されているというのはとても安心ですよね。練習がある程度進んでいて演奏に自信があるような曲であれば、これでもいいかもしれません。で、 iPad と iPad Air はだいたい近いサイズで、さらに大きいのが Pro っていう iPad Pro 11インチ。まあ11インチと iPad Air は近いですね。すごい近いよね、てか同じ、ほぼ同じじゃん。そうこれ11インチと 10インチでだいたい近いじゃんみたいなことなんだけど、多分やっぱ性能が違う、中の性能とか画面の綺麗さだとか、まあ、そういうところちょいちょいやっぱプロ仕様だよねみたいなことがあるので、プロそうプロですよ。で 12.9 インチは今ここに置いてある、はい、来ました、こちら、はい、こんな感じです。まあ一番大きいよね。そうだから楽譜見るって言ったらもう、サイズこだわるならこれ一択。いや、そうだよね、大
大きく見れるから やってもいいかなと思うけど、小さいのだったら、いや本番ね使うとなるとちょっと不安が大きいかな。そう、ただ重いしかさばるしっていうか。どれくらいか持っていいですか、うん、これケース付きだけどね。一応 iPad の重さも一覧にしてみました。あ、譜面台に載せて使うギリの重さだね。そう、あんまりこう首が弱いやつだと嫌だね、うん、まあそんな感じで、はい、分かった分かった。サイズとしては今どの辺が、え、それやっぱでっかいのが欲しいよね。なるほどね。長い時間見るしさ、うんうん、結構本気で使うんだったら、そう、おもちゃじゃなくて本当に楽譜として見たいから、うん、しかも性能がバッチリなので。そうなんだね。そう、最高峰のね、一番いいやつ。あとは容量、容量、はいはいはい、はいね、これ知りたかったっす。そう、 iPad の容量も一覧にしてみました。で、プロモデルだけで言うと 128GB とか、うん、最大 2TB とかってあるんだけど、うん、512が2つ揃うと 1TB ね、大体、はいはいはい、まあ、ちょっと微妙に誤差あるんだけど、うん、1028じゃねえかとか、 2TB のものもあるの？ 2TB、 そう、どうしたらいいの？だから、あの用途としては動画撮りますとか、それ保存してとか、写真撮りまくりますとか。そうだよね、うん、そういう仕事の方も使いたいわけですね。そう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 。え、楽譜的にはどんなもんなんですか、うん、それがですね、 PDF みたいな、256GB モデル、うんうん、で、今楽譜のソフトのアプリの中に1557曲分のすごい入ってるね、楽譜が入ってるんだけど、それで9GB ぐらい。へえ。だからさっきのグイドで言うと 8GB 超えちゃうよねっていう感じだから。あ、もうダメじゃん。そうだから、あの SD カード挿してそこに保存すればいいんだけど。ああ、なんかその SD の管理とかもなんかドキドキするね。そう、ちっちゃすぎてなく、マイクロ SD ちっちゃあれなんだよ、あれ、それなくしたら、はい、1500曲そうそう、そういうことだ。最悪だよ。そうそうそう。だけどそれでパソコンでやり取りとか人とやり取りっていうのは割とできるから、クラウドっていうか、その保存しておけるところも一応バックアップとしておけば、そうそうそう、まあ大丈夫かな。そうね、そうそう。で、この iPad は楽譜以外にも一応ね、例えばなんか動画ダウンロードした後で見ようとか、うんうんうん、そういうのもあるので、それでね、今ね 256GB の中で 143.6GB 使ってるっていうのを前が調べた。全然大丈夫じゃん。そう、半分ちょっとぐらい使ってるっていうこと。うーん、多分私同じか、もうちょっと少なくしか使えないんじゃないかな、うん、実際も。そうね、うん、ただ例えば Amazon プライムビデオとかを登録してて、うん、映画を何本もダウンロードしておくとかっていうことをやると、うん、ないない、まあまずない。それでこう外でたまに見えるから、ね、ダウンロードしておくとね、外でも見れるからいいよね。そうそうそう、だから256買っといたら、まあ、まあ大丈夫かな、十分じゃないっていう気もするし、うんうん、なんなら128でも OK か。ああ、なるほどね。一応そんなに重要じゃないかもしれないけど、 1TB 以上のモデルって実はメモリっていうのが多いとされているよね。はい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 。メモリって何かというと、同時にいくつものアプリをこう動かしたりとか、あの、あれですか、まあ、ちょっと知ったかい、知って CPU みたいな。あ、近い。CPU は頭の回転速度そのものなんだけど、例えばこの机結構広いけど、うん、これ狭かったらあれ置いてこれ置いてってきついの、うん、どんなに使う人が頭、机の広さの、そう、机の広さが広いと、うん、まあ、こっちで書類書いてこっちでパソコン使ったりとかができたりするので、それがメモリ、そう、それが 1TB 以上だと優秀だとされている。おお、うん、あ、じゃあ同時にこうあれこれした時にガタガタってしないよみたいな。そうそうそう。だけどもう今 iPad って何買っても優秀なので、普通の使い方の人で、あ、遅いなとかっていうことは多分ないので、ないんだ。だから容量で普通にいけちゃう、いいと思う、普通のどんなのでもね、はい、でバックアップ取って、また新しい機種をいずれ買う時に、うん、バックアップをしてそれを戻してっていうのも容量多いとめっちゃ時間かかる。もう前携帯変える時に大変なことになりましたからね。ああ、そういうのもあるからね、うん、そう考えると少なくても重たいものはなんか身動きが取れにくいってことね。そうかもしれない、うん、はい、であとはすぐ使わないデータってクラウドに置いとけばいいじゃんっていうのがあるね。ああ、それはそうか、これはこれ単体でどこでもできるだもんね、この人は。ああ、まあグリードは Wi-Fi じゃないと。そう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 、けど、うんうん、携帯の回線を使えば、例えば、うん、クラウドって
食いそうだけどね、なんかこのあれを。あ、だから例えば写真撮りまくって、うん、でももう見ないよねしばらくとかいう時は、家に帰った時に、まあこれはもういいや、どっかに置いとこうっつって、うん、バックアップどっかで撮って、でこっち消しちゃう。そう、消しちゃえばいい。はい、であとは Wi-Fi 専用機かセルラーモデルかね。Wi-Fi 専用機は安いんですよ、ぶっちゃけ。10万くらい違う？そんなには違わないけど、2万くらい違ったかな。そうなんだ。うん。まあ自分だけでは何も通信できないので、Wi-Fi 専用機は。そうだよね、うん。だからどっかで Wi-Fi 使えるところに行くしかない。あるいは、モバイル Wi-Fi ルーターみたいなのがあって、うちに1個もあったの知ってる、誰かが持ってて月額いくらみたいなし、そう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 、でそっから電波を Wi-Fi として受けてやるっていうのもできる、うん、そうなんだよね、うん、なんか、うん、あんまり実用性今となってはって感じはあるよね、うん、そう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 、そうか、でもその契約して回線を開通って言ったらいいですか、うん、しないとならなくてね、携帯電話として契約しなきゃいけない、うん、ってことは月々のいくらか、そう、が発生する、発生する。それは、どこで、どこでもいいの？いや、わかんない。 iPhone だから、それなんだろう、ソフトバンクだろうが、うん、あ、そう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 、いい、そうそう、 au でもいいし、もっとなんか格安シム的なところ、あ、なるほどね、うん、 LINE でもいいかもしれないしね、はい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 、それはじゃあ別件で吟味したい、そうそういうこと、そうそうそう、うん、でセルラーだと もちろんこいつだけで単独で通信できるよってことなんで、うん、なるほどね、で使わないときはもうオフにしたりできるんですよ、うん、だから常時なんかこうネット通信してて、あのなんか消費してました、はいはい、パケット使ってましたみたいなことは、うん、あの自分でオフにすれば大丈夫なんで、ちょっとなんか全然わかんないから聞きたいんだけど、うん、本番中って何機内モードとかしてるの？あ、そういうことをした方がいいと思う。あー、そうなんだ、うん、だってなんかねメールが入りました、あー見えないみたいな、そうそうそう、あの機内モードじゃなくて、なんかあんの、そういうの、そのモバイル通信みたいなのをオフにする機能もあるし、うん、ああの機内モードっていうと Wi-Fi から Bluetooth から全部オフにしたりとか、全部の通信をオフにするっていうのもできるし、うんうんうん、あとはこれを iPad を、うん、Apple Store じゃなくてなんか au ショップとかドコモショップとかそういうところで、うん、携帯ショップで買う場合はいいんだけど、そうじゃない Apple Store で買うことになったら、うん、SIM カードも買わなきゃいけないんだよ、どっかでね。SIM カードっていうのは、要するに携帯の回線だよね、うんうん、携帯の回線、あ、そうか、そのドコモとかに行ったらそこで契約してやってくれるから、そうそうそう、別に自分でやらなくてもいい、うん、で iPad も一緒に買えるよ、はいはい、その場で買えるから SIM カードの契約とセットで手続きできるけど、なるほどな、 Apple Store でじゃあ買えるってなったら、多分別途 SIM カードどうしようかっていう話になってくるので、そうだね、そうだね、まあどうぐらい使うのかっていう問題もあるからね。そうだからとりあえずなんか最終的にそこまで使うかなって思うけど、でもまずは Wi-Fi でいいかなっていう。なんか機能はつけといて、あ、はいはい、契約はしない。あ、それもいい。しとこうかなって思ったけど。そうだね。それもありですな。OK、うん。ということで、うん、じゃあ大体決まってきたぞと。決まったんですか。うん、なんかいろいろ思い出せないけれど。はい。要するに。iPad Pro 12.9 インチの 256 ギガで、しかもセルラー、そう、 Wi-Fi& セルラーを買う。 iPad はもちろんインターネット接続できる製品ですが、無線接続でインターネット通信をする方法と有線接続、つまり LAN ケーブルを接続する方法があります。最近では無線接続でのインターネット通信がかなり一般化されてきました。一つは SIM カードを端末にセットしてモバイル通信を行う方法。こちらはスマートフォンでの利用が一般的になっていますが、 iPad でも Wi-Fi& セルラーモデルというのを購入すればその通信は可能です。ただし通信会社と契約をしなければいけません。月額利用料の支払いも発生します。またWi-Fi 接続も一般的ですが、公共のフリー Wi-Fi などはセキュリティ面で少し心配があるとされています。Wi-Fi 全体のメリットとしては、何といっても通信量を気にせず利用できることです。同じ金額で、まあフリーの場合は無料で、どれぐらい通信しても大丈夫ということですね。Wi-Fi は自宅にも設置する人が多いかと思いますが、この場合は自宅でインターネット回線が利用できる状態になっているということが条件となります。
つまりインターネット通信会社と契約してある必要があります。それがもし済んでいれば Wi-Fi 環境を作るためのルーターのような装置が会社さんから、標準で提供されているんじゃないかと思います。そういうケースが多いと思います。もしくは、別途何かを準備するという方もいますが、その場合は高速で安定した通信をというようなこだわる方はそうやって別途ルーターを買っている方もいます。そうでなければおそらく通信会社さんから標準で提供されているかと思います。その他お手元のスマートフォンからインターネット回線を共有する、いわゆるテザリングと呼ばれる方法ですとか、モバイル Wi-Fi ルーターというのもありまして、携帯製の何かちょっとした端末ですね、ポケットに入れたりカバンに入れたりした状態でそこにインターネット通信が来ています。回線が来ています。それを iPad が共有するという流れですね。こういう方法もなくはないんですが、通信会社さんと契約が必要になりますので、当然利用料金の支払いが発生します。さらにモバイル Wi-Fi ルーターを持ち歩く必要が出てきます。それを充電する充電器も必要になるかもしれませんので、少し持ち物が増えてしまって煩わしいということもあるかもしれませんね。なので最近ではあまり見かけないような気もします。 Wi-Fi& セルラーモデルでは当然 Wi-Fi での通信もできますので、両方できるということですね。モバイル通信も Wi-Fi もできるということです。もし予算に少し余裕があるよということであればこちらがいいと思います。しかし、いつもいる場所に Wi-Fi 環境があって、他のエリアではインターネット通信をしないかもなという場合では Wi-Fi モデルを購入して、アプリをダウンロードしたり楽譜をダウンロードしたりするっていうのは、必要な時だけ、Wi-Fi 環境でやると。そういう使い方をすれば iPad も安く済みますし、インターネットの利用料も安く済ませられるかもしれません。ちなみに iPad は有線接続もできるんですね。インターネット通信のために LAN ケーブルを接続することができますが、もちろん直接差し込むところはありませんので別途アダプタが必要になるでしょう。しかし安定して高速な通信ができるということですね。映像をライブ配信するよとか、インターネット通信を利用したゲームをね、かなりシビアなゲームをするよということでなければあまり気にする必要はないと思います。さて今回の動画は以上になります。次の動画では5購入の流れの後編になります。どうぞお楽しみに。最後までご覧いただきありがとうございました。